である日本書紀天武天皇城にいくつか記載が見られる。和教は飛鳥カに置かれた旧都を含む和国の首都機能を有してヤマトにあった旧都と考えられ、通常飛鳥カ系のこととされる。しかし、大江宮や南馬長江、豊崎宮とは異なり、日本書紀では和教のみが一貫して系と称されており、 このことは決して軽視すべきでないが、和教の実態が、どのようなものであったかについては、以下のように諸論がある。なお、藤原圭のあるところも和教に含まれていたとする、見解がある。また、鬼頭生命は、元来、和教という言葉は、戸が、大津や南場にあった時に限って使用されたものである、ことから、固有名詞ではなく、大和の外から見て、 大和に所在する景の意味で用いられたものであることを指摘している。694年に正式に宮の移された本格的な土上である藤原景は日本書紀では荒ましの景と記されているが日本書紀にはそれに先立って和京の長みへその景観なども記されており特に人心の乱における和京攻防戦の記述などから騎士と塩は 藤原慶に先立った、情報性都の城としての和教があった可能性を指摘している。また、荒増しの慶とは、それまで飛鳥に形成されていた、慶に新しく加えられた慶と理解することができ、日本初期天向きには、境内24時とあることから、教育が、比較的明確であった可能性があり、ある程度整った古景として把握されていることが、伺える。 日東厚氏は、上述の騎士の説に対し、和教を、情防性都の情とは、原理的に異なるものと判断し、天武町以前において、地域に散在する、継続的な支配拠点の総体を示す用語であると、主張している。この説は、アスカ系以前の旧と同様にこのような、遺跡軍隊として、まずあり、アスカの地への大王宮の集中が、和教をもたらし、 従来の一台限りの事業を超えるような向上的な施設の建造をもたらしたという見解を示している。小沢武氏はまた、日本初期天武5年上の新城の後の書出、OK を、K 及び機内に使わした記事に着目し、翌677年の、K 及び機内での雨乞いの記事、680年の、京内24時への布の刺入に関する記事、 境内所持の貧しい層にと民への救済措置に関わる記事、685年の、教式大部、元瀬ア村診断務の死亡記事など、天武5年上を活気として、K、K 氏の語が品質することを指摘し、一定の領域を持った、K の存在、さらに、機内と併称することによる周囲に広がる、境外の存在、さらに、教式という監視の存在は、 K という行政区画があったことを示すものであると論じ、676年以降の K はそれに先立つ和教とは質的に異なる空間だったと結論付けている。なお、上述の676年以降の K に関連して、渡辺昭弘は、万葉集の大きみは神にしいませば赤子間のは、ラバ筆によととなしつ、大きみは神にしいませば、 水潮のすだく水沼音となしつの両歌は、飛鳥清見原の宮のことではなく、荒ましの系の造影を歌ったものと見てよい、と述べている。ありがとうございます。